じゃあ、よろしくお願いします。失礼して座って話をさせていただきます。またここにお招きいただいてとても嬉しく思っています。横田先生が少しご病気がちでいらして、2年前に伺った時に、これが最後かなというようなことが、ね、お話ありましたので、このもう一回いただいて機会ととてもとても貴重な時間だと思っています。それで今日はですね大変、本当に一言なんですけども、横田先生から今回この集まりを、準備してくださった方の中にですね、頭よりも要するに心で、理解できる、訴えるようなそのお話が聞きたいという言葉がありまして、私大変それで悩んでるんですよね。今の状況の中でですね、私も職場の仕事も含めて、いろいろな機会に、他の方のお話を伺ったり、自分でも考えを述べたりすることがあるんですけれども、大変厳しい時代でですね、いろいろなことを、情報というレベルでも、知らなければならないし、考え方という面でもですね、いろいろな、ことを、知らなければいけないし、考えなければいけない、それと同時に本当に今日のその、ご依頼にあったようなですね、本当どこからその平和を、考えるのかというその、私たちの中にあるその元の部分のようなものが、試されている時代にやっぱ入ってきているんですね。で今日のお話でその全くその情報のレベルのことを、抜きにすることもできないし、いわゆるものの考え方という、ロジックのレベルのことも全く、観客するわけにはいかないんですけれども、本当に長年こちらにですね、私はいわゆる信徒ではないにもかかわらず、この場でお話をさせていただいて、私自身もっともっと、横田先生のお仕事や、こちらで、集っていらっしゃる方の、お考えやその、思想から学びたいと思っていたことも、非常に実はたくさんありますので、後半はですね、そのような言葉の、交換が、後ほどできるような、そういう、素材ということで、今日は用意してきましたので、これまでの、9回とは少し趣が違って、逆の言い方すれば、私が自分自身のいわゆる狭い意味での専門の領域で勉強したいと思っていることは、むしろ今日の後半の方に出てくることでもあるんですね。でそこをなんとか今日はつなげてお話ししたいというふうに思っております。それで今日 私が用意した簡単なレジュメの方を、ご覧いただきたいんですけれども、反戦平和運動のこれからということでですね、副題の方が自衛の論理の彼方でというふうになっています。でご承知のように、今年の夏から秋にかけては集団的自衛権の問題がですね、国会で大きく争点になり、大衆運動も、いわゆる、国会前だけではなくて全国にさまざまな形で、非常に多くの方が、この法案に反対の意思表示を
されたわけですけれども、まあ、残念ながら、まあ、成立してしまう。それから、まあ12月6日が、2年前に、秘密保護法が成立してですね、まあ、ちょうど1年後から、施行されて、まあ、1年です。で本当に、細かく運動をやっている人たちが、まあ、日本の自衛隊等々の動きについてですね、情報の公開を求めるともほとんど出てこないというような状況にやっぱりなってきているわけですね。で、まあ、こうした、まあ、時に、まあ、私たち今どこにいるんだろうか、これからどんなことが起ころうとしているんだろうかということを、まあ、やはり、まあ、これは多少、情報のレベルのことになるんですけれども、まあ、考えておきたいというふうに、思っています。それで、まあ、A として2つの戦争というふうに書いてあるんですけれども、まあ、後でまた詳しくお話ししますが、11月の13日にはですね、まあ、パリで、まあ、大きな事件、大変な事件があって、要するに、まあ、これが戦争なのかどうかということが、さまざま、まあ、議論、されています。で戦争という言葉は、そのいわゆる国際法の概念としては、基本的にこれは国家と国家の間の、武力紛争ですね。でつまり、国家でないものが武力を行使しても、これは、厳密な意味では戦争というふうに呼ばない、という、まあ、考え方が、まずあって、これは決して曖昧にしてはならないことだと思うんです。ここが曖昧になってしまうと、まあまあ、かつてのですね、まあ、例えば、アジア太平洋戦争で基本的に、まあ日本という国家と他の国家の、まあ、戦争として、我々一番、まあ、よく知っている戦争はそのようなものなんですけれども、まあ、このようこういう戦争というのは、その丸一のところに書いてありますように、まあ、暴力は国家が独占しているということをまあ前提にしているわけですね。で、戦争は主権国家の間で行われる。逆に言えば、国家の主権とは何かというふうに考えると、要するにそれは19世紀的な意味では、要するに戦争をする権利ですね。他の国に対して、宣戦布告をして、戦争に訴えることで、まあ、要するに国力を、伸長するということが、まだまだ19世紀あたりまでは、まあ、国家の権利として認められていた、ね、20世紀になってから戦争全体が違法化されるという流れになってくるわけですけれども、今でもその、基本的なテーゼは、まあ、こういうことになるんですね。それで、まあ、クラゼビッチという、まあ、哲学者、戦争哲学者ですね、まあ、この人自身、まあ、将軍でも、あったわけですけど、19世紀の初めにですね、いわゆるナポレオン戦争、ナポレオンが、現在のドイツに攻め込んだときに、それに、対抗して、戦った、まあ、プロイセンを中心としたドイツのですね、抵抗戦争の歴史の中から出てきて、いわゆる古典的な戦争の理論を確立したわけですね。で、まあ、クラゼビッチの戦争のいろんなことが書いてありますが、一番有名なのは、戦争というのは別の手段による政治の継続だという、テーゼなんですね。で、ということは、戦争が語られるときには常に、じゃあそれは何のための戦争なのかということが問われるということを意味しています。ね、ですから戦争目的というものが常に、戦争を語るときにはセットで考えられる。で、まあ、こういう時代にはですね、戦争と平和の区別というのは相当明確だったんですね。つまり宣戦布告から、まあ、要するに、最後に、まあ、協定を結んで、
もう戦争をやめましょうと。で最終的にはこれは、当時は、多くは、君主制の国でしたから、君主同士の間でもうやめようということになれば戦争は終わると。その意味では戦争と平和の時間ははっきりと分かれていた。で、まあ、さらに要するに宣戦布告する権利があるわけですから、宣戦布告をして先に戦争を仕掛けても、だからといって、ある国の主権者が犯罪者とみなされることはない、ね。まあ、こういうことが全てワンセットのルールになっていて、まあ、当時の国際法を、作っていたんですね。で、まあ、20世紀になると、まあ、これはやはり技術の進歩によって、一度戦争を起きた場合の、まあ、いわば、ですね、死傷者の数が、まあ桁外れで大きくなってくるということは、やはり中世からですね、まあ、大砲が出てくるような時代、鉄砲が出てくるような時代、どんどんこれ戦争の形も技術に従って変わってきますから、まあ、ね、勝ってもボロボロになってしまうというようなことがやっぱり出てくるわけですね。で、まあ、そのことと、まあ、反戦運動がだんだん、出てきてですね、まあ、戦争の違法化という方向に、1905年ぐらいからですね、まあ、どんどん、いわゆる有名なハーグ陸戦協定とかね、そういうものが出てくるのは20世紀の初めぐらいですが、にもかかわらず1914年には第一次世界大戦が始まってしまってですね、で、まあ、ちょうど去年、まあ、この開戦100年、ちょうど100年前はヨーロッパは、第一次世界大戦、まあ、当時は第一次か二次が分かんないんですが、ね、ブホンドゲーな大戦争というふうに言われていた、その真っ最中で、それからちょうど100年経ったところに、まあ、私たちはどこにいるのかということの一つの答えは、まあ、日本では今年戦後70年ということが言われますが、同時に、第一次世界大戦からちょうど100年あたりのところに、あの戦争から来ているということなんですね。でこれはまた後でですね、つまり今大変なことになっている、イラクとかシリア、こういうところ、まあ、さらに、パレスチナ、イスラエルと考えますと、これはこの地域は、つまり一言で言うと、第一次世界大戦が終わっていない地域なんですね。逆に戦争というものが一度始まったら、終わらせることがいかに難しいか、始めた人の思いもかけないようなことが次々に起きてきてですね。で、それを解決するために、どれだけ知恵を絞っても次の戦争につながってしまう。そしてその次の戦争は新たな技術的な条件のもとで、さらにそれまでとは違う形を、取るというようなことの中でですね、まあ、どん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 世界全体が、破滅の危機に向かって、進んでいってしまう。まあ、おそらくこの数十年ですね、少なくともいわゆる、東西の冷戦が終わった後起きてきた、この、まあ、25年ほどのですね、推移は、まあ、そのようなことじゃないかというふうに思います。それは同時に今の国連の制度自体が、非常に脆弱になっている。もともと今の国連の制度は、アメリカが当時は一国核兵器を持っていたんですけど、つまり第三次世界大戦を防止するということが要するに国連の任務なんですね。これは本当に忘れられがちです。どこかで何かやってるというような組織ではなくて、次の世界戦争を、阻止することが国際連合の要するに使命なんですね。で、まあ、もちろん今度は国連の名において朝鮮戦争が行われたりとかですね、現在もまた国連決議に基づいていろいろな、武力、事態が起きているということからも、まあ、これはもちろん全然簡単なことではないわけですけども、しかし少なくともこのような使命を、担う、国際法の制度が、このままでは持たないようなところまで
来てしまっていると、私はまあここまでですね、安倍政権の話もしてないですし、まあ、アメリカの話もしてないんですけど、日本とかアメリカという固有名を持ち出すまでもなく、世界全体はやっぱりこういう状態に来ているわけですね。逆に言えば、まあ、少し、まあ、あの悪い言い方をすれば、まあ、日本の今の政権、私必ずしも安倍晋三という人の思想だけじゃなくて、外務省の人たちの考え方も今日もそうだと思うんですけど、この新たな世界状況をどう利用してですね、まあ、日本が政治的に、まあ、あの、まあ、有利な方向に、事柄を動かすかと、基本こういう頭の構造なんですね。で、じゃあその世界どういうふうになっているかというと、この2つの戦争の丸2の方をご覧いただきたいんですけれども、東アジアに生きている限り戦争というふうに言われたときに、まず第一に少なくとも自分たちの問題として頭に浮かぶのは1の方の戦争ですね。中国の軍事費の伸びが、あの云々っていうふうな話で全部丸一の話なんですね、ところが実際には、まあ、現在膨大の数の武器がですね世界で生産され、売買されているという状況の中で、その一のですね暴力は国家が独占っていうことがもう成り立たない地域が、広がってるわけですね。まあ、これを少し硬い言葉で非国家的な公選主体っていうふうに言っているわけですけども、まあこれは今大変話題にどうしてもなってしまう、まあイスラム国の場合はですね、これはまあ自ら国であるというふうに、まあ、主張しているわけですが、まあ、例えばアルカイダとかですね、その他さまざまな地域で活動している。まあ、イスラム主義を掲げるグループ等々は基本的に、まあ、非国家的公選主体なんですね。で、今はその始まりではありませんね。まあ、かつて、まあ、中国でですね、日本軍は、まあ、共産党の旧の中国共産党のゲリラのことをですね、まあ、貴族扱いをしてたんですね。これはまともな政治勢力ではない、政治勢力であること自体は認めないというふうに考えてた時期には、例えば毛沢東の軍隊は、まあ、二の方にですね考えられたんですけど、でもこういう軍隊もですね基本、国家を、国家権力を奪取することを目的としている限りは要するに一の形を目指しているわけですね。その結果成立して中国は一の形の国家になったわけですけれども、現在起きていることはですね、まあ、アメリカなどはもう特にそうですが、要するに武器の独占ということはもう、国家によって保障されないような状況が起きてきています、ね。しかもどこまでが武器って言えるか、ね、例えばドローンのようなものをですね、武器として使うことは、まあ、できるわけですね。武器と武器でないもののやっぱり境界も今新しい技術の段階では、曖昧になってきている。そういう意味で言うと要するに一で見たような古典的なですね、枠組みが、成り立たなくなるようなことが、まあ、誰かへの心がけの悪さというのとはちょっと別のところでですね、まあ、進行してきている時代だということがあります。でこれをですね、まあ、例えば、まあ、フランスなどではですね、今回のような事態が起きる前から要するに新しい戦争という言い方で、まあ、考えているわけですね。で、そして戦死社会、新たな戦死社会、かつてのその、まあ、日本で言えば戦国時代でもですね、まあ、戦国時代でも基本、まあ、武士とですね、まあ、農民というのは一応の区別はついてたわけですけども、そういう区別もなく、まあ、いわば男の子、少なくとも男の子は、まあ、10歳にもなればですね、まあ、戦士にならなければ、まあ、戦士になることによって、まあ、いわば家族の生計を支える、いわゆる少年兵の問題というのは
単に少年を連れてきて戦争に連れて戦争に参加するというだけではなくて、それがその世界の中では唯一、まあ、いわばその富の配分に預かることのできる、まあ、まあ、ある種のステータスなんですね。だからもう要するに国家を形成しない形で戦死社会の中でさまざまな財の分配がなされていくというような地域がものすごくやっぱり広がっているわけです。でそうすると、まあ、こういう社会に育った、まあ、子どもたちは、平和っていう状態を知らないで、むしろ、ね、場合によって外部勢力によって、まあ、そういう、これまでの、ね、ネットワークが断ち切られて、全くその、生活物資が手に入らなくなるということの方が、悪いことであってですね、つまり戦争の中の平和、が唯一、彼あるいは彼女が知っている平和であるというような社会が、もう例外ではなくなってきたんですね。これは要するに全世界が国民国家という単位で、それなりの発展を遂げて人類が次の段階に向かうというですね、まあ、右左関係なくある時期までは信じられてきたシナリオが、まあ、現在の世界的なですね、まあ、もちろん資本主義の段階ということもあり、こうした技術の発展のあり方ということもありですね、しかしやはりもともと力を持ってきた、まあ強国、つまり日本もそのうちの明らかにその一国だと思いますが、そうした国々が現在、進めている政策のためにですね、まあ、そういう、状況が、向上化しているわけですね。それであるポイントで大変なその、人道的な危機がここにあるというと、国連決議が出てそこに軍隊が出ると、これがもう本当に状態がこういうその対応の仕方もまた常態化しているわけです。でも、どこかでね、本当に問題が解決して、というところは非常に少ない。うん、むしろ悪化しているところの方が、ずっと多いということの中で、国連の権威が、まあ、こうした地域ではもうほとんどないわけですね。中東などもそうです。で、まず後で、まあ、少しお話しますが。まあ、そうなるとその戦争、じゃあ何のために戦争するのかっていうことがですね、要するに1の戦争との場合と違って、もう分かんないわけですね。戦争は目的のための手段じゃなくて、それ自体が、まあ、共同体の、構造になってしまっているということになりますので、まあクラズビッツのですね、古典的な定義はもはやこういう新しい戦争を考えるときには、意味をなさないということになるんですね。でつまり、まあ、今その日本政府や外務省は何考えているかということでですね、私は少しこの間日本で、論じられてきたことと、多少ずれることを、言うことになりますけれども、まあ、やっぱりその日本の戦後史を、振り返りですね、それからとりわけ今沖縄で起きていることを、見るならば、まあ、日本で戦争の問題というのは、まず第一に、アメリカ合衆国との関係であり、日米安全保障条約の問題だと。でそれは圧倒的に正しいわけですけれども、それでは日本はこれからいつもアメリカとだけ戦争するという、と考えて集団的自衛権の容認ということになっているのかどうか、これは私は必ずしもそうではないと。アメリカ以外の国とも戦争に行けるような体制が今、作られつつあるし、世界全体を見るとアメリカ一国が全てを決めている時代ではもはやないんですね。で、アフガニスタンとイラクの戦争はこれも明らかに失敗です、ね、
だから、まあ、逆に言えば今アメリカやイギリスは、14年前のに比べるとその戦争で何か解決できるということはだんだんやっぱり信じられなくなってきているわけですが、その代わりにですね、現在の NATO の、他の国、まあ、こちらの方の話になると少し情報が長くなってしまうんですけれども、私はその2009年にフランスが NATO に復帰したというのは非常に大きな転換点だと思っていますね。で、まあ、フランスは1966年に、まあ、大統領がド・ゴールの時代に NATO を脱退して、ですから40年以上、まあ、いわばアメリカに対して相対的に独立を、守ってきたんですね。まあ、その対価というか、その代償が要するにフランスが核保有国になり、さらに70年代から、原発大国になっていくということで、まさにコインの裏と表があるんですよ。少なくともですね、要するにアメリカの傘、核の傘の中に入らないという選択をすることで、まあ、要するに国連のような場でも、アメリカ、イギリス、いわゆるアングロサクソンの二大国とは違う、まあ、第三のですね、で、まあ、中ロとも違う第三の可能性を、まあ提案する、まあ、要するに可能性を持った国として、まあ、国際政治の中で、まあ、フランスは存在してきたし、私たちの記憶に新しいところでは2003年のイラク戦争、ね、これはフランスは反対したんです、ね、で私は基本またフランスの、まあ、文学や社会歴史に関心を持ってきたものですので、まあ、他の方以上にですね、なぜ、イラク戦争に反対したフランスが、そしてこのイラク戦争の結果イラクという国が破壊されて、そこからイスラム国というですね、まあ、集団に対してどう何をいろいろなことが言われてますけど、一つだけ確かなことはイラク戦争があのような間違った戦争が行われたことで、要するにイスラム国のような勢力が出てきてしまう。このことにはある意味フランス国は責任がないわけですね。それがどう何が間違って、要するにイスラム国を名乗る人たちがパリで、パリとその近郊であれだけの人を殺してしまうというところまで来てしまったのかというのは、決してその致命のことじゃないんですね。何かテロリストがいて、その狂信的で至るところで、とんでもないことをするというふうなイメージだけ見てると、単にこの数十年の最も目立つ、事実だけを、思い出しても考え、られるようなことが常に吹っ飛んでしまった。一言で言うとフランスはすごく変わったんです、この十数年、ね。で、まあ、この点についてはこれだけで話が終わってしまうので、他のところで話したり書いたりしていますので、後でまたご質問の中でですね、まず、詳しいことは、お話したいと思います。で、この NATO に復帰し、非常に変質してきた原発大国のフランスと現在、安倍内閣の日本は急接近してますね。で、それはなぜかというと、要するに、国連の常任理事国、の構成を考えると分かる。つまり、米英で、まあ、これは、まあ、日本は米英と戦争したわけですが、その前の時代から考えるとですね、基本この海洋帝国のアングロサクソンの国々との提携の中で、まあ、いわばユーラシアの大国に戦争を挑んできたというのが日本の形です。1902年のね、日英同盟のことをですね、まあ、思い出しても、分かる。このことがなければ3年後に日本がロシアに戦争で勝つというようなこともなかったんですね。ある意味イギリス中心で世界を動いていたときに、ね、まあ、対ロシアで日本に一つの役割が与えられたというのは、まあ、この時代の形であってですね、まあ、安倍首相はその、
イチロー選手の日本が勝ったというのはとても 今でも誇らしいようですけどもですね、まあ、当時の世界情勢を考えればもうこれはまあ基本的にイギリスのお手伝いをしたということなんです。で、ある意味その戦後の冷戦体制下で、まあ、米英の側はですね、日本に対する警戒は、持ち続けながらも基本、まあ、20世紀前半の関係に戻ったということで、まあ、例えば日本が常任理事国になりたいといえばですね、仲間が一人増えるということに過ぎないわけですから、まあ、これを支持するという姿勢なんですね。で、まあ、ロシア、まあね、長くまあソ連だったわけですし、まあ、現在も、領土問題があるロシアと、戦争責任の問題もありですね、それからもちろん東アジアの覇権をめぐる、最も大きなライバルである中国は、まあ、日本が常任理事国になることに基本的に反対であるんですね。日本はさらに根本的な問題ですけど、まだ国連では敵国条項の中にいるわけですね、ドイツと並んで、ね、その状態で、まあ、要するにでも常任理事国になりたいというです、ね、アピールを、まあ、この感じずっとしているわけです。そうするとキャスティングボートに行っているのはフランスなんですね、この2対2、ね、で例えばその30年ほど前のミッテラン大統領の時代のフランスは、はっきり日本が、常任理事国になることに反対していました。でこれはある意味で NATO の外にフランスがいるということとも重なっているわけですね。つまり、ね、フランスはその、まあ、当時はもうすでに中国は、ソ連とそれを、まあ、非常に仲が悪かったですけども、基本第三極を、の要するに、まあ、リーダーになりたいというのはフランスの考え方でしたから、常任理事国の中でアングロサクソンの、側の票が一つ増えるというのは、歓迎できることではなかったんですね。でそれがですね、要するにフランスが NATO に復帰するということは、このバランスが完全に崩れたと、ね、で、それが2009年です。2011年に東アジア第一、震災がありですね、東日本大震災があり、そして福島原発事故があってですね、直ちに当時の大統領であるサルコリ氏が日本に飛んでくると、ね、まあ、アレパのなんかあまり役に立たなかった機会をですね、売りつける大統領が飛んでくる、これやっぱりね、フランスが NATO の外にいた時代だったら考えられないですね。アメリカがその友達作戦をやっている時にフランスはその、原発のことでですね、まあ、飛んでくるというふうな状況が出てきたのは、これは本当に2010年、前後、ここでの大きな展開点です。これは本当に日本ではそういう形で意識されてないと思います。で、このね、日仏関係、日本が今度、武器もですね、輸出すると。で、日本とフランスはちょうどこのタイミングで、NATO に、フランスが NATO に入ったのと同時に、かつてないほど、まあ、イスラエルと接近すると。こういうことで全部同時に起きてるんですね。で、大体日本人はですね、やっぱり、明治から、最近なんか本まだ私は読んでないんですけど、なぜ日本でフランスかぶれが出てきたかっていう本がですね、最近研究した人がいて、明治時代ぐらいからですね、まあ、いわば、まあ、プロシアと、イギリスの影響が非常に強い国になる中で、まあ、中井町民とかですね、ずっと日本ではフランス系の勉強する人というのは圧倒的な存在だったとみなされですね、まあとてもフランスに憧れる、ね、そういう人生が強くて、まるで日本の正反対の国であるかのようにですね、フランスを、ね、日本には自由がないけどフランスには自由がある等というふうに思ってきた150年の歴史がもうまるで全て幻想であったかのようにですね、とてもよく似た国だということがですね、急速に見えるようですね。持っている原発の数はほぼ同じです、ね、ただし今フランスではその原発で 70% 以上の電気を生産して、ね、それから、ね、
まあ、元、でもフランスの場合元とはとても言い難いですよ。植民地帝国なんですね。それである時期大変その世界政治上重要な位置を占めて、もはや現在はそうではない、つまり没落帝国主義というですね、その没落感もある程度やっぱり似てるわけですよ、で資源のない、ね、没落帝国主義国が植民地も失うときは、もうこれは資源をその、ね、まともな外交をして手に入れるしかないということになりますから、こういう国は、核に弱い、ね、核兵器そして原発というところにですね、なぜこの2つの国が、誘惑されていくのかということも、まあ、こういうやっぱり歴史から説明をつくところがあってですね、急速に似てるところが目立つようになってきた、だから本当にあの今フランスで起きていることは、かつてなく対岸の火事じゃないですね、もうね、やっぱり、まあ、フランスはやっぱり憲法をよく変えてきた国であるというのは事実なんですけども、今問題になっている憲法改正というのは、とても日本で、安倍政権が狙っている憲法改正と、似た側面があるんですね、それで、まあ、要するに私が最初の A のところに戻ってですね、言いたいことは、日本政府の外務省は基本的には一の戦争観と思っているわけですね。つまり戦争、軍事というのはそれ自体が目的じゃない、何らか の政治目的のために使うものだという古典的な考え方を持っています。じゃあその目的とは何かというと、一言で言えば国連の常任理事国になるということなんですね。で、まあそれはあの B のところに書いてありますように、中国にですね、まあ、経済軍事とも凌駕された日本は、要するに東アジアで、日本が要するに一番だと、覇権国家だという、そういうもう一石以上持ってきたこの自我像を脱することができなければ、国連の常任理事国になることに目指すことはないわけですね。つまりこれはもう政治ですから、経済でも軍事でも負けて、政治でも中国が常任理事国で、日本はずっとその、まあ、時々、非常任理事国になるという状態では、やっていけない。でも私は、まあ、この、ね、東アジアの覇権国家というですね、そういう自我像を脱することが唯一の道だと思いますけれども、まあ、外務省の人とかですね、安倍晋三さんのような政治家は頭の中はこれでできてない、ね、これでできてない。そうするとそのためにどう、ね、日本の資源を使うか、ソフトパワーも含めて、しかし、軍事力もこのためにどう使うかということであるんですね、まあ、しばしば日本の反戦運動はやっぱり憲法の問題に集約されてしまうので、戦争がやっぱり自己目的的に語られるところがあると思うんですね。じゃあなぜ今その日本政府は、ね、自衛隊、要するに軍事大国化を進めているのかと、今中国の脅威とか、そういうことがすぐ返ってくるわけですけども、はっきり言ってですね、まあ、その日本や中国のような規模の戦争、規模の国が、ね、19世紀のような戦争をやったら、あっという間に大変なことになるわけですね。まあ、これは、基本まあ、日本人の、精神を再塑造するためにですね、まあ、いろいろなことが言われている、だからそれだって本当に、例えば尖閣の問題がですね、ここ十数年どうしてこういうここまで、ホットな話題になってきたのかということをたどっていくとですね、やっぱり石原慎太郎が挑発してる時期とかいろんな時期あるわけですね。だから決して自然にもともとあった紛争でもないし、そもそも人のない人の住んでない島の取り合いで大戦争になるなんてことは、世界史上ないわけですからですね、それはもうずっとロシアとの領土問題の方が大変なわけですね。人が住んでるわけですからね、それがこれだけ新消防隊に語られるということはですね、本当の目的は別のところにあるということだと私は思っています。で、まあ、そうすると、まあ、要するに国連の常任理事国になるためには、自衛隊は国連軍の一翼を担う必要があると。現在、アフリカなどでも中国も相当
まあ、こうした国連の、平和維持活動などに出てきていますね。こういうところにですね、自衛隊がいつまでも憲法のせいやというふうなことを言っていると、国連政治の中で得点を、ですね、実績を積み重ねるということができないわけですね。で、まあ、要するに日本でですね、我々はどうしても、まあ、影響を受けざるを得ない、まあ、中国とか北朝鮮等の脅威論というのは基本的には古典的な一の戦争の中での話ですよね。要するに中国も北朝鮮も暴力は国家が独占しているわけですからね。まあ、中国人のテロリストが来て日本で爆弾を投げるというようなことはありえないわけですからね。で、まあ、これはね、まあ、もう、まあ、しつこく書いてありますが、まあ、中国と日本の東アジアにおける覇権争いというのはやっぱり政治的性格が主であってですね、軍事というのはこれはまあ自由であるということは、ね、まあ、中国の船が今日どこまで来たとかという、ね、ニュースが毎日のように、出ていますけれども、問題の本質はどこにあるのかということをですね、きちんとやっぱり見ておく必要があると思います。で、まあ、その後ですが、まあ、ご検運、まあ、今日のテーマは反戦運動、反戦平和運動のこれからということで、ですので、まあ、護憲運動に非常に強い対米従属論、日本というのはアメリカの属国なんだと、ね、地位協定で、米軍の地位協定でも、まあ、非常に不平等だし、まあ、日本は、ね、自分で、自分のことが決められない、ですね、場合によっては植民地なんだということを、ね、言う人までいるんですけど、それはやっぱり植民地の現実はやっぱり知らないわけですね。うん、アメリカ側の軍事基地のある国はね、まあ、世界中にたくさんあるし、そういう国が全部アメリカの植民地からですね、まあ、それはまあそういう問題ではなくて、基本やっぱり戦後の日本が独立した時の枠の中で、日本はまあ固い言葉ですが、独自の帝国主義的な利益を追求してきたというのがまあやっぱり真相、だろうと思います。もちろんその従属的側面はあるけれども、ここに問題を集約してアメリカに言われるから改憲しようとしてるんだと、安倍政権ですね。だから要するに主権者としてそれに反対するっていうロジックが反戦運動の中、平和運動の中には多いような気がするんですけど、これはやはり当座の説得力は多分あると思いますが、事柄の本質からすると、ずれてるとね。まあ、本当にこれはレトリックで言ってるんだということは分かってればいいですけど、信じ込んでしまうと見当、ね、見当違い、見当外れな、ビジョンを、この時代にやっぱりこう持つようになってしまうと思います、ね。私は、まあ、本当に日本の外務省とかですね、まあ、安倍さんのような政治家は、政治家もですね、まあ、かつての、まあ、小沢一郎さんのような人も、まあ、基本的にこの人たち右翼ですからね、将来的には、米国からの自立っていうのをこれは考えてるわけですね。それこそ、ね、米国からの自立っていうことが少なくとも表に、外見だけでも演出できなければ常任理事国になれないわけですからね。明らかに米国の属国が常任理事国になるということはありえないですからね。ということは、私はまあ改憲というシナリオと常任理事国入りという目的が、まあ、時間的に割合こう一致するようなタイムテーブルを描いている。それがほぼ同時に実現するならば、日本人は改憲を受け入れる。まあ、そういうやっぱりこう、見通しがあるのではないかなという気が、しています。まあ、私は政治学者ではないのでですね、まあ、細かいデータをもとにということではないのですが、少し日米関係の外から今の時代を見ていると、まあ、そういう、図がどうしても浮かんでしまうんですね。だからということは、米国以外の国とも、国連決議の枠の内外で、まあ、できればそういう国連決議がある形でということでしょうが、
2の戦争、つまり2の戦争が激化する地域、中東やアフリカ等で共同の作戦行動に参加することが予定されている、こういうことだと思うんですね。で、非常に私これも先日も横浜の、平和運動の方の、に呼ばれてですね、 お話しさせていただいたとき、次のポイントですね、まあ、に触れたときに、まあ、どなたもご存知なかったですね。で、10月の初めにフランスの首相のマニュエル・バルスという人が日本に来ていて、京都で安倍首相との会談で来たるべき国連改革で日本の常任理事国入りを支持する、これはフランス の、政権体の当社が初めて、表明したことですね。ということは何を意味するかというと、国連決議とフランスの要請があれば日本は派兵するということなんです、ね、派兵しなければ要するにフランスの支持を失う危険がある。今こういうことなんですね、うん、でもうフランスと日本は急接近していて、この新たなですね外交の深まりはとてもきな臭い、ね、それは同時になぜフランスが1月の事件、1月の事件の時はまだ私は2人滞在していましたし、今回の事件ですね、15人の方が亡くなった、ル・カンボジというレストランでは9月の初めに友人たちと一緒に、食事をしたところなんですね。去年の私の住まいから徒歩10分以内のところで起きています。で、少しもお金持ちし、富裕層の地区でもない、むしろ、混成社会ですね、いろいろな出自の人たちが、まあ、それなりの調和を持って暮らしているところが襲撃されているわけですけども、しかしね、これがまあ、ね、先ほども触れたように狂信的なテロリストがうんぬんって話になってしまうと、こういうでも行動一つ一つの目的があるわけですね。私はやっぱり1月の事件と11月の事件と全然違うと思います。1月の事件はこれは、風刺新聞社がですね、イスラムの預言者の、カリカチュアをですね、非常に抗議が多くの抗議があったにもかかわらず掲載したと。でその後、フランスのムスリムの、代表的な団体であるパリの大モスクというところがですね裁判してるんですね。でこれ大モスク側は敗訴したんです、2007年で、まあ、その頃のものはもちろんインターネットで全部見えますけどですね、まあ、とにかくその笑いを断罪するということ自体がその文明的ではないというようなことが膨大に言われてるんですね。でも今見直せばですね、シャービエルドが、掲載したそのカリカチュアの中の少なくともいくつかは、反ユダヤ主義の中で、かつての反ユダヤ主義の中でその、横行していたユダヤ人カリカチュアとよく似たものはあるんですね。少なくともそういうものだけでもですね、今反ユダヤ主義が許されない、のと同じようにね、反イスラムの、こうした表現も許せない、許されないということで、何点かでも、ね、アウトにしておきます。1月の事件は起きてないよ、ね、それはモスク側のですね、要するにムスリムの代表が提訴した裁判が負けてしまったから、ね、要するに、兄弟あるネクアス兄弟は自分たちでやるしかないと思い詰めたんですね。だからこれはある意味で確信は分かってる。特に詳しい兄弟のお兄さんというのは非常に小さい10代からコーランをよく読んでいる、とても信仰心の厚い、人だったですね。その後いろいろな形でですね、ジハード派になるプロセスというのは刑務所の中でのです、ね、出会いがあったりとかいろんなことが言われますけど、基本やはりそのフランスにおけるイスラム差別が制度化されているということの中で起きてしまった痛ましい事件ですね。だから宗教的、社会的、文化的な出来事であって、その政治的なその、意味というのはやっぱり付加されてですね、まあ、全然ないわけです。もちろん付加されて出てきているわけですけど、
今回の事件とは私は徹底的に違って、基本フランス社会の中の、ね、紛争の解説の、まずさですね、生んだ事件と。しかし今回の事件はまず第一に1月の事件の後だということがあるんですね。つまりもう1月の事件でもうフランスの中はもう大揺れなわけです、ね、すでに大揺れの、このそして、まあ、今回の選挙でもお分かりのようにですね、反イスラムを唱える極右の人たちがものすごく、大きな勢力になってしまっている中で、もう一つ、もう一回大きな事件を起こすということは、フランスをある方向に動かそうというですね、政治的な意図を想定しない方が難しい。ね、だから明らかに今回、まあ、規模も違うんですね。準備の、ね、距離のいるところまで狙われているわけですね。その意味で、政治的な政府は非常に強い。ということは、フランスがこのように狙われるからには、フランスは今どういう国になってきたのかということの方をまずきちんと見なければいけないし、そのことを見ないと、先ほどから述べているようなことでですね、日本がアメリカとは別の形で、アメリカ、日米安保とは別の形で、どこでどういう戦争を今やろうとしているのかということは見えてこない。だから今こそやっぱり、ここ21世紀に入ってですね、イラク戦争に反対したところから、フランスがここまでどう変わったのかということをですね、まあ、最近まあ、よく、まあ、このところですね、まあ、強調しようというふうに今思っています。ただこの話にしてこれで終わってしまいますんですね。私は、まあ、今日この後はですね、少し地層の話の方にですね、移っていきたいと思うんですね。つまり自衛の論理の彼方でっていう言い方は何を意味するのかということなんです。つまり集団的自衛権に私の容認に私たちは反対するという時に、ね、まあ去年から今年にかけての日本の平和運動の、まあ、中でですね、きちんと、議論することを、まあいろいろな意味でですね、まあ、避けてきたのは、それでは、個別的自衛権は、いいのかどうかという問題ですね。で、個別的自衛権って一体何なのか、自衛権ってそもそも何なのかということは、あえてですね、触れない。だから個別的自衛権に賛成の人も反対の人も、集団的自衛権反対ということでは手をつなげるように、そこはある意味でですね、あえて触れないようにしてきたんですね。で、それは、まあ、当然の政治的な知恵だと思いますし、妥当適切なことだったと思うわけですけども、それはでも2年前にお話しさせていただいた、天皇制の問題と同じくですね、でもどこでも議論できなくなってしまうとまずい問題でもあるんですね。そもそも現在のような人類の段階で、まあ、それはそれに先ほど言った1のような形でですね、戦争が合理化できる根拠がもはや失われているような時代ですね。そして技術的な段階で言えばですね、一国で自衛しようと思えば、これはもう核兵器持つしかないわけです。ね、一国でのそれ個別的自衛権とは、これはもう核武装なんですね。それが要するに、NATO から出るあの局面でもですね、まあ、もちろん NATO から出る少し前、ね、60年代初めにフランスは、核実験を行うわけですけども、ね、要するに、フランスは核保有国となることで、アメリカから要するに、自立的な、ね、まあ、国であり得た。ね、要するに自衛ということで言うか考える限り、自立するにはこれしかない、ね、じゃあ要するに非武装の方で自立することってできないのかというふうに発想を転換しなければ、ね、つまり自衛という考え方の外に出なければ、これはもう行き着くところは核武装しかないわけですね。これはもう今の北朝鮮がやってることも同じです。
だからもうフランスの核武装というのは実はその後の全てのですね、要するに核武装のひな形になったんですね。ソ連と、ね、仲が悪くなればやっぱり中国が核武装せざるを得ない、ね、今度は中国が核武装するとインドは核武装せざるを得ない、ね、イスラエルが 核を持つとこれはもうイスラムの国も、ね、持たざるを得ない。もうこういうふうになるしかないわけです。世界中核になるわけです。自衛ということ自体が根本的に問い直されない限り今の世界では、このシナリオしかない。そこに要するに逆に言えば憲法9条の、まあ、やポテンシャルな、あえて言えば革命的な性格があるわけですね、うん、で、まあ、憲法9条というのは、皆さん、この間何度も、読まれてきたと思いますが、もう一回読み直してみますと、第1項が日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を政治的に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全2項が全土の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の構成点はこれを認めないということでですね、つまり1の形の戦争の次の時代はですね2のような形にならないで、構想する道が要するに日本国憲法の中にスケッチされているというふうに今考えることができるんですね。で、私は憲法9条は私はどう読んでると思うんですけども自衛権、一般を否定していると思います、ね。個別的自衛権を自明視するところからは、先ほど述べたような理由で、平和の課題は果たせないというふうに思っているんですね。で、20世紀の戦争の参加はですね、1945年にとりあえず終わった戦争と言っているんですが、正当防衛という観念自体を問う必要というのを、突きつけたんですね。でここからですが、そうするとですね、今日の後半で本当にこの点について、教えていただきたいことが、無限にあるんですけれども、つまり、政治的なもの、政治というものに対するある種の乖離、ね、政治が要するに勢力争いであり、ね、正当防衛や自衛ということを自明視してたところから、発するとすると、ある意味その政治的なもの以外のですね何かが、この世で力を持たないと平和は、構想できないということにやっぱりなっていくみたいですね。で、これはアリストテレスの有名な定義ですが、人間は政治的動物だというふうに、ね、言われています。でこれは動物であることプラス政治性ということがね、人間の固有のものとしてあるということなんですが、しかし動物なんですね。人間は動物なので、自然権という考え方がやっぱりここから出てくるわけですね。おのずから、ね、他の動物だって自分で自分の身を守ろうとするのと同じように、人間も動物として自分で自分の身を守ろうとするんだ、ね。ここにやっぱりギリシャ起源の政治思想は、基礎を持つわけですけれども、そこから始めるとですね、要するに近代のナショナリズムというのは国民という単位で自然権があるという主張なんです、ね、国民の自然権で、これが、20世紀には進歩的な理念になりですね、民族自決権という考え方もここから出てくるし、第一次大戦のまさに100年前の戦争の後に、植民地は、ね、それぞれの民族が自分でどうす、ね、これからどのような道を取るかを決める権利があるという、ね、そういう考え方がアメリカの大統領のウドロー・ウィルソンとかですね、ロシアの革命家のレーニンなどからさまざまな、バリエーションを伴いながら出てくる。
時代ですね。ところが、要するにいわゆる私はまあアブラハム一神教という言い方が好きなんですけども、単にユダヤキリスト教だけではなくてイスラムも含めてですね、まあ、この、まあ、ユダヤ思想に遠言するこうした考え方からすると、この今の人間の状態というのはこれは現在の後の状態ですので、すでにその堕落した視線なんですね。でだから自然権よりも神の命令の方が先行するんだっていう、まあ、こういう考え方が出て あるわけです。で、まあ普通にヨーロッパユダヤ人の絶滅というところまでですね、ヨーロッパ文明が突き進んでしまった後、いわば自然的に、まあ、このもう一つの考え方に、まあ、耳を傾けてみようと、まあ、もちろんイスラエルの問題等々あって大変複雑なんですけれども、少なくともですね、まあ、こちらの方に考えを、少し、変えていこうという動きがありまして、まあ、フランスで活動した思想家でエマニュエル・レヴィナスというのは、もともとはリトアニア出身の人なんですけれども、思想の中に自由ということをですね、非常に独特に考え直した思想が出てきます、ね。63年の著作ですが、まあ、現在の自由というのは現在という時代の自由ということになって、私たちがいつも現在、ね、今持っている自由ということです。で現在の自由は、ちょっと難しい言葉なんですが、自らがその条件であるところの責任のうちに、後で見るように責任があるという言えるからには自由がある、ね、自由に決める、自分で自分のすることを決めることのできる、主体だけが、人だけが責任がある。 ですから、まあ、ある条件の下では責任能力がない場合には責任が問われないというようなこともあってですね、それは取りも直さず自由があるということなんですが、しかしこの責任のうちに自由はその限界を持っている。自由には無限の自由があるわけではない。で、自由というのは自由自身の否定といわば必然的に結びついている。だからそれはその自由の外にですね、あれこれの制限があるということではなくて、自由そのものの中に、ね、自分自身を限定しなければいけないということがあるということですね。それ自身の比例とのこの総合的絆こそ自由の概念の最も深い逆説であるというのはそういう意味です。これはあの2年前にお話しさせていただいたですね、やっぱり憲法というのは、まあ基本的に国家を縛るものだ、それは事実なんですけども、それではじゃあ国民の方は何でも自由に決めていいのかというふうにね考えるときにね、やっぱり、まあ、これはですね、例えば外国人に対して国民は自由になんでも決めていいのかというと、これは要するにこの他の人々に対する国民の責任、国民に対する国民の責任ということが必然的に、国民の自己決定権を制限するはずだというお話をさせてもらったことと、まあ、つながることだったんですね。これは自由を否定するのではなくて、自由の中に必然的に自己否定の契機があるということなんですね。で、まあ、自由な存在だけが責任がある、すなわちすでに自由ではない、まあね、ちょっとレギナスの、まあ、好きな、ね、まあ、ちょっと、否定の言葉を使うような表現ですが、これはやはり、自然権とかですね、自決権、さらには自衛権ということを制限するですね、まあ考え方にやっぱりつながっていくと思います。で、まあ、レヴィナスは他者の顔っていうことを非常に強調した人でですね、まあその他者が、の顔の中に常に、ね、あの殺す、私を殺すな、あなたは殺してはならないという命令があるということを言うわけですが、それは同時に、ね、
それはものすごく強い力で私を、やっつけようと思ってくるのではなくて、その私が力を持っている何かができるということ自体を問題にするために、その、他者の顔は私の前に現れてくるという、そういう考え方なんですね。だから、ね、やっぱりその本当に国のレベルだと、これ19世紀何人かの人が言ってますが、個人だとですね、我慢するようなことも、集団になると、とりわけ国のレベルになると、何でも言ったりするようになったりしてしまう。それつまり、個人のレベルの抑えも、個人のレベルで聞く抑えも、国のレベルになると聞かなくなってしまうというようなことが言われるわけですが、日本はこれだけその豊かな国なんだから、もっともっとその、軍備も、大きくできるはずだとかですね、そのレベルでできることは何でもするのが良いことであるかのように考えるというですね、つまりできること自体が嬉しくてですね、そこに自己感情のもとがあるというような考え方を、いわば、このレヴィナスの思想は問題にしようとしたわけですね。それでそこはむしろこのような他者の顔が自由を創設するという言い方さえしているわけです。つまりこれはもう自由ということを根本的に考え直す、ね、自由というあえて言えば自由という考え方が、間違って理解されたために、要するにヨーロッパユダヤ人の絶滅までヨーロッパ文明は来てしまった、そういう考え方ですね。で、しかし常にこの絶対的に他なるものとしての他者の顔は私が私であることを否定するわけではない、ね、でそれを犯すことはない、ね、そういう他者の顔が現れてくるということは、これは非暴力ですね。まさに暴力と反対。私の自由を傷つけるどころか、それは私の自由を責任へと呼び招き、自由を創設する。ね、とはいえ、非暴力たるこの他者の顔の現れですね。健全化は、常は、要するに、私と他者っていうふうに言い換えてもいいと思います。その複数性を維持していく。それは平和なの。そういうふうに平和であるということは、ね、私とあなたが同じものになっちゃうことじゃないんですね。そこに隔たりがある、それが傷つけられないままその隔たりがあるということが平和なのだ、ね、だから、ここで私がその差し当たりまとめておきたいのは、この平和の問いっていうことを突き詰めると、自然権や自由が根源的なものだっていう考え方をですね、どうしても問い直すことになるっていうことなんですね。それが、要するに、自衛権、個別的自衛権はもう認めることにしようというようなところからは、から出発する平和運動は、逆にこの考え方からするとどうしても限界、弱さ、ね、いわば、どういったらいいんでしょうかね、妥協を強いられることになっていくのではないかというふうに思う。で、もう一つのですね、レヴィナスはユダヤ教徒というふうにも言っていいと思うんですけども、もう一人の、より日本では多分知られていない、今は知られてないというふうに言った方がいいと思いますが、かつてはですね、日本にも平和運動などで来てたことがあるルイ・マシニョンというフランスのカトリックのですね、イスラム学者ですね、本当に今フランスを見てて歯がゆく思うのは、フランスはやはりイスラム研究でもちろん植民地も多かったということもありますけれども、特に、元神学者であったりですね、カトリックの信仰を持ったまま、イスラム研究に一生捧げるというタイプの、人が
19世紀から、非常に多いんですね。で大変な、まあ、いわば、その学問上の蓄積があるわけです。しかしこの間のですね、ここ数十年のそのフランスの中のムスリムとその他の人々たちの、葛藤のですね、激化の中で本当に利用されてないんですね。活用されてないんです、こういう、だから学問文化が本当に生かされるってことは難しいんだなっていうふうに、ね、外側から、ちょっと見てしまう部分もあるんですけど、まあ、私たちはですね、やっぱりこのジャマシニョンやその先輩にあたる次世代のですね、この、クリスチャンのイスラム学者というのはどういう人たちだったのかということをですね、まあ、今日はちょっとご紹介を、したいと思っています。ルイ・ジャマシニョンは1883年に生まれて1962年に亡くなっていますね。で62年っていうのはアルジェリアが独立した年で、でまあこの時にはマシニョンはもう、コレージュ・ド・フランスを退官していましたので、私ももうすぐ定年なんですけど、別に、まあね、我々の世代はあまりそういうことは考えないですけども、やっぱりその、ね、まあ、もう仕事が終わると何の気兼ねもなく運動に参加できる。マシニョンも最後はですね、アルジェリア戦争に反対する座り込みに参加してですね、捕まったりとかね、結構あったりですね。で、まあ、とても変わった人だったんですが、特にですね、人質の状況から平和を考えるというですね、そういう思想を持っていた。で実はそのマシニョンの先輩にあたる、研究者であり、まあ、信徒、カトリックの信徒だったシャルル・ド・フーコーという人がいまして、この人は、1858年生まれで1916年、これはモロッコの、まあ、今で言うですね、まあ、あれですね、やっぱり原理主義的なイスラムの、グループの人に、殺されているんですけれども、1916年、第一次大戦最中ですね、要するに殺されてもいいから、ムスリムの人たちと一緒に生活して彼らのことを理解したいっていうですね、そういう情熱に燃え出してたんですね。でしかもその理解したいっていう情熱そのものが罪深いっていうですね、これもちょっとややこしいんです、イスラム世界を理解したいっていう欲望そのものは非宗教的な熱狂なんだ、ね、うん、まあ、それ自体は本当に要するに学者であることは罪深いですね。それで、でこのシャルド・フーコーについてはあの後でお休みの時にですね、どんな人だったか、ね、大きな、写真集ですね、まあ、彼が当時の研究の写真などもあるので、ちょっと後で覗いていただきたいと思うんですけど、つまり自ら進んでイスラム世界で人質になるということなんですね。で、まあ、モロッコの、ね、ベルベル人ですから、まあ、アラブ人であってベルベル人の下で、そのシャルド・フーコーは、まあ、生活をして、むしろそのこの時代ですね、もう19世紀末です、もうヨーロッパ人どんどん侵攻しなってるわけですね。でもう侵攻ということがどういうことか、もう19世紀も終わりぐらいになるともう分からないわけです、ね、それで本当に神に仕えるとか神を信じるというのはどういうことかをマンティムスリムが問われていたんですね。ムスリムの信仰に打たれキリスト者としての自覚を深めるんですね。それでイスラムに改宗するんじゃないですか。そこでキリスト者としての自覚を深める。これは本当に私の知る限りこの時代のフランスにしかない独特のですね、まあ、思想なんですね。で、まあ、1916年にサヌーシー教団員によって暗殺される。でこの人の一生が、まあ、ルイ・マシニョンにとってはモデル
で、まあ、彼は1959年ですね、まあ、晩年に、シャルロット・フーコーについて、まあ、こんな風に言っています。でフーコーは私にとって兄のような存在であり、最も遺棄された人々を筆頭に他の全ての人間たちの中に私の兄弟たちを見出す術を教えてくれた、ね、うん、これは砂漠に旅立った兄弟フーコーとの一緒の関わりっていう、まあ、そういう文章の中に出てくるんですね。それで、まあ、さらにマシニョンで言ってることをですね、まあ、読んでいくと、ムスリムの信者たちというあの大衆、彼らのためにフーコーは死んだ。彼らのために50年以上の間私の人生は、今度は、まあ、マシニョン自身のことを言ってるわけですが、私の人生は兄弟愛をもって彼らに捧げられた。その彼らによって彼、つまりフーコーの命は暴力的に奪われた。私たちは2人ともアマーンっていうのは、これアラビア語で安全とか安心とかっていうんですが、これを、マシニョン自身が聖なる艦隊っていうふうに言い換えたんですね。神聖なものとして、客人を迎え入れるという、それがイスラムの中にある。要するにこのアマーンが、要するにムスリムたちの中にあるからこそ自分たちはそこに迎え入れられていたという、でそういうことを言ってるんですね。聖なる艦隊によって守られて彼らのもとに入っていったのだ。私たちは2人とも、ね、その艦隊を乱用し、ね、客人だからですね、まあ、要するに迎え入れられて乱用しっていう、その奉仕を受け偽装しながら理解し征服し所有したいという非宗教的熱狂の中にいた。迎え入れられていてですね、研究しちゃいけないわけですね。相手は研究というか分かってない人たち、とにかく外から来た人たちね、やっぱり一緒に暮らしたい、迎え入れられたり、黙って観察して研究してたんですね。それを罪深いというふうに言われている。そういう罪を常に犯しつつ彼らのもとに迎え入れられていた、そういうふうに言ったんですね。しかし私たちの偽装すらも、名誉を知る人間なら誰しも、法の拉致外にあるものならとりわけ裏切ることのできないあの庇護権によって、彼らを私たちに弱く言い難い仕方で与えていたのだ、うん、ね、その自分たちの人に、まあ、偽装して、つまり罪を犯しているということ自体ですね、そこにも神の意志が働いていてですね、それを通じてもそのムスリムたちをフーコーやマシニョンに神が与えていた、まあ、これは完全にキリスト教徒の立場から書かれているですね。それも含めて神の意志だという言い方をしている。でフーコーは殺人行為という彼らの罪過決定を彼らのためにあらかじめ限定していたのだった。彼の生き方の中であらかじめ自分自身が殺された、その自分自身を殺した罪を、減らしていたんだというふうに言ってますね。聖戦の戦士に、つまりジハードの戦士になりなさいと相手に言っていたことです。私は殉教士です、まあ、こうして彼は彼らの心に陶酔させる武道士のように入り込んでいたのである。まあね、まあ、イエスのように生きるというキリスト教のね、伝統の中にある、まあ、イギタチオクリスチっていうんだと思うんですけども、まあ、大変な、まあ、伝統の中にですね、まあ、こういう、姿勢があるね、まあ、だから殺した人はいるけれども、その他の仲間たちにとっては、まあ、こう、ベルベル人にとってやっぱりやるところが非常に重要な人物、なんですね。でまあ、ここのところをですね、まあ、マシニョンはこういうふうに言っています。これはもう最後の晩餐における、まあ、イエスの状況です。で、彼の敵であり客である私たちです、ね、まあ、イエスにとっては、イエスは罪人たちを迎え入れる、でも罪人としてはイエスの敵である、そういうその私たちを彼の心という貧しい天国に復活させるために聖体はすっかり破壊されて己を引き渡す。まあ、要するにシャルロット・フーコーの殺害事件と呼ばれることは信仰の立場からすればこういう一つなんだというふうに言ったんですね。
つまりこのまあ人質、自ら人質になる、逆に言えば艦隊を受けて、他者の、共同体の元にいるというところからどう平和を考えるか、ね、まあ、もちろんこれはものすごく偉い人ですね、特殊なことで、一貫化できないとすぐに当然そう思ってしまうわけですけどね、ある意味その自衛権の彼方で、自衛という論理の彼方で平和を考えようとすると、一つはこういうですね、まあその、まあ、ある種のやっぱり証言に、出会っていく必要がある。とりわけ今のようにですね、我々は大きく言ってこの歴史のその連続の上に起きている事柄に、まあ、あえて、まあ人的に遠いということで言えば、巻き込まれつつあるんですね。この巻き込まれがもう常に常任理事国になりたい、だから要するにある意味でですね、十字軍だっていうふうに向こうが言ってるようなところにですね、もうはっきりイスラム国は、日本はもう十字軍の片割れだというふうに言ってるわけです。ここに突っ込んでいこうとしてる明らかに、ね、それで日本でもテロが起きるかもしれないとかいうふうに言ってるわけですけど、やっぱりテロが起きるかもしれないっていう言い方ではダメだと思うんですね。これではやはりその平和運動の次の段階は私は作れない。どういうところに、ね、我々は関わろうとしていて、安倍自民党やこれから の日本の外務省とは違う関わり方をどう考えるかということで言っていかないといけないので、彼らはみんなテロリストということをですね、もうその、ことは同じ意見になってしまった上で、日本でもテロが起きるかもしれない。テロって一体何だということですよね。まあ、当然今の言葉で言えば、シャルド・フーコーはテロリストによって殺されたい。それをまあ今のようなですね、回路で見たときに全然違う人間の在り方が出てくるわけですね。まあ、私は本当に信仰がないんですけど、やはり、まあ、もし神ということ、神と、ね、平和、神の平和ということを考えるのであればですね、こういうやっぱりその言葉に、どこかでやっぱりこう触れ合わないと、まあ、まずいだろう、触れ合わないといけないだろうと思います。それで、じゃあマシニョ自身は何をしたかというとですね、1934年にエジプト教徒の、エジプトのキリスト教徒、女性のキリスト教徒のマリー・カヒルという人と同時に、と一緒にですね、一緒にエジプトの、ダミエッタというところに、まあ、同宗信徒の集いの場、つまりエジプト人のキリスト教徒と、フランス人のキリスト、まあ、ヨーロッパ人のキリスト教徒が、共に祈る場というものを作る。このダミエッタってどういう場所かというとですね、十字軍の戦争の最中の1219年に、まあ、有名な聖フランチェスコですね、フランシスコ派の元になった、まあ、これも本当にあまり知られてないことだと思うんですけど、要するにこの戦争を、まあ、要するに戦争にすごく心を痛めてですね、これはもうスルタンをキリスト教徒に改宗させて終わらせるしかないというふうに考えて、単身、要するにスルタンに会うために出かけていた。それでダミエッタまで行って、その私はこれこれのものでですね、スルタンに会わせてくださいと言ってですね、まあ、それはやっぱりムスリム軍の方でも困ってですね、まあ、変なやつ来たなというふうですね、まあ、捕まえてですね、十字軍の方にあんたたちのところからこういう人が来てるけど引き取ってくださいって言うんですね、まあ、会えなくすぐに会えなかったんですけどですね、まあ、これはやはり偉大な行為だと、ね、うん、ムスリムの要するに最も偉いムスリムをキリスト教徒に改宗させることが本当にキリスト教徒の戦いであってですね、武力でムスリムと戦うのはこのキリスト教徒の戦いじゃないと考えて、聖フランシスコは、まあ、エジプトまで行ったんですね。その同じ場所に、要するに、まあ、この祈りの場を設けた。これが、その、バダリア同好会という、ね、もので、まあ、
いくつか、聖なる艦隊というのこの本の中にその当時のこのマリー・カヒルへの、ルイ・マシニョンの手紙があるんですけど、ルイ・マシニョンは50年代に世界の平和運動数学文章さんに呼ばれて日本に来てですね、まあ、今日はそこについてはあまりお話しできませんけど、世界中の女神というのは同じ神の別の姿だっていう、そういう考え方をする人だったんですね。だから彼にとっては聖母マリアもジャンヌ・ダルクもそのみんな一緒、それで伊勢神宮にいてそのアマテラスにも祈ったんですね。とても変わった人だったんですが、まあ、こんな風に言っていますね。これも少し難しい言葉ですが、で私がちょっとお話しただけでは、不十分だと思いますけれども、まあ、今日、ね、ここには、信仰の終わりの方もいらっしゃるしですね、まあ、教会に別の形で私のように、関わりを持っていらっしゃる方もいると思いますので、まあ、何度か前に読んでいただきたいと思います。でフランス語で「スフクベ」っていうのは自分自身を再び見出すっていうことですね。でそれはでも複数の人の間では再会するっていうのになります、ね、再会する、己を再び見出す、私たちは学んだのではないでしょうか。 胸が張り裂かれるようなこの言葉に含まれている、一緒に分かち合うことへと誘う陶酔的な背徳性のすべてというのも、愛するとは見出すことであり己を見出すことだからです。それは孤独のうちに入ること。この孤独のうちでこそ真、まして信じることですね。真が、ね、冒徳が、まあ、随に、まあ、天国を望むですね。それから愛徳が、滅ぶべき無限に貧しいあらゆるものに生きされた私たちの心、ハート、ね、の中で神の三位格の演じをさせる愛になるのです。アブラハムの3人の訪問者はソドムを焼き尽くしに行った。まあアブラハムやソドムではなくちょっと大変なんですね。それはとりあえず今日は、まあ、このマシニョンの言葉をちょっと、郵便配達に行ってやつはここに届けさせていただくという。で、もしであのマシニョンに関してはですね、あの会心の経験というのがあって、これが今のイラクで、まあ、フコーと同じようにですね、研究者でもあり、でもはっきり言って、アラビアのローレンスと同じようにですね、フランス軍の、まあ、ある種情報将校でもあったんですね。で、まあ、そこで、まあ、ちょうど青年トルコ島なんかが出てくる、当時のイラクはこれは、オスマントルコのね、半島で、そこにフランスやイギリスがこう入り込んでる。そういう局面で、トルコ側に捕まってですね、まさに人質、囚われの経験をするんですね。その獄中、囚われている最中に神の訪れを経験して、でその後ですね、自分が病院で入院している時に、友人のムスリムたちが自分のベッドのそばで、自分のことを祈ってくれていたという、そういう経験をしながら、まあ、これをまたムスリムに解説するんじゃなくてですね、まあ、いわば、カトリックとしての信仰心に目覚めるという、そういう経験をするんですが、それと同時に彼はですね、スペイン人でムスリムに改宗したある男性と、まあ、同性愛の関係もあったんですね。で、まあ、次に出てくるのはそういうことなんです。で、つまりムスリムの魂を神に対して取りなすという、まあ、自分の任務、使命は、まあ、要するにこのルイス・デ・クワドラというかつての、まあ、恋人との関係で、まあ、出てくるわけですけど、これを、まあ、要するにエジプト人の、信仰の友である、マリー・カリに対して、まあ、語っているのですね。ムスリムの魂のための取りなしというあなたの永遠の証明にとどまりなさい。ルイス・デ・クワドラという私がかつてその人質となったあのムスリムに改宗した男に対するあなたの恐怖が私と共にあなたを彼らの魂に
捧げることになったんです。彼らの魂って無罪の魂、ね、で無理解であろうと、私たちが個人としてふさわしくなかろうと、それはどうでもいいことです。ただ私たちが、私の手をある日あなたが私の悲惨とともに拾い上げ、あなたの恐怖に包み込んだダミエッタのあの巨大な首に釘付けにされたままで置きさえすれば、ね、まあ、つまり十字架上のイエスと同じ釘がですね、まあ、こうした経験を経て信仰に導かれた私の手にはずっとその釘が打たれたまま、このダミエッタですね、かつてフランチェスコがスルタンを回収させに来たその場所に、まあ、ずっとその釘付けにされているという、そのことだけが大事なんだと、まあ、いうことを言っているわけですね。まあ、これはまあかなり特殊な世界でもありですね、あの今日ここにまあこの言葉を持ってくることがどういう意味を持っているのか私はもう半分以上よく分かってないんですが、ただこのですね、この11月13日の事件の後、もともとマルクス主義的な思想家であるエチエンヌ・バリバルという人がですね、今の戦争の中での、まあ、つまり今回犠牲になった人々の、位置を人質という言葉で表しているんですね。つまり、まあ、今回殺された、2人の、人たちは人質ですね。逆にね、現在これから先ほど言ったような、はっきり言って私はもうどうでもいいというようなですね、政治目標、一度もそんなことで選挙されたことがないわけですね。日本人にね、やっぱり常任理事国になりたいですかっていうことは、掲げて選挙をなされたことがないわけですね。でもどうもその小泉純一郎さんにとっては憲法全文に書いてある名誉ある地位を占めたいと思うというのは常任理事国になりたいということだというふうに解釈されているらしいですけど、そんなこと聞かれたこと一度もないわけです。でもどうもやっぱり私の考えでは隠れた目的がそこにあって、そのために自衛隊を使う、それが元で日本国民に、日本列島の住民にどんな危険が降りかかっても、それはこの目的のための必要な犠牲である。要するに基本的にこう考えてるんですね。この方向に物語が進めば当然私たちは人質なわけ、もう要するにいつどのようにですね、それで、まあ、何か起こればあいつらテロリストだ、この構図ですよね。この構図の中にとらわれている人々をみんな人質だ、まあ、ガリバルは言ってるわけですね。だから人質であるという状況からいかに平和を考えるかということが、私は今のこの反トロ戦争とかいろんな言い方されてますけども、つまり1の戦争とですね2の戦争が非常に奇妙な形で結びついて、いわば国連、今の国連の制度の終わりに向かって進んでいる、そのような時代に、まあ、とりあえずはですね、まあ、要するにヨーロッパと、アラブ世界の人々がみんな同じ戦争の人質なんだということをバリバルは言おうとしているわけですけども、この人質だということを自覚することからですね、人質というのは時々テロリストがそのヨーロッパ人を人質にするということではなくて、ね、なくて国家の戦争政策そのものが市民を人質にするんだというところからですね、この状況、そのことがあるからこそ時々、ね、狭い意味の人質が、に取られる人が出てくる、あるいは殺されてしまう人が出てくる、こういうふうに要するに発想を変えようっていうことなんですね。これはもう本当に、まだ一月も経たないですね、まあ、事件から5日後にエティエヌ・バリバールというのは、まあ、この人はいわゆる、宗教思想家ではありません。もともとフランス共産党の、まあ、理論家だった人ですが、私たちは戦争中なのか、ね、という、文章の中で、まあ、こういうふうにまあ、言っています。で地中海両側の住民はこれだけでも、まあ、ヨーロッパでは、ね、大変の重要なことで、つまりそのアルジェリアのような国でですね、イスラム、主義者が、まあ、要するに、殺人事件を起こすということと、フランスで起こすということは同じことなんだ、これをやっぱりフランス人は分かってないですね。
20年前のアルジェリア内戦の中で今回と同じような事件はもうたくさん起きてる。10万人以上の人が死んでるわけですね。それとフランスで起きることは全然違うというふうに思っているわけですけど、それはそうではない。地中海両岸の住民はこの誘導的で無限定で多形的な非対称の戦争の中に人質に取られている。マドリード、ロンドン、モスクワ、チュニス、アンカラ、これ全部、まあ大量のですね、爆弾事件、ヤンキー爆攻撃でたくさんの人が、2000年代になってから亡くなった町の名前です。の後で、だから初めてじゃない、ね、パリが初めてじゃない。ここでもおそらく2004年のマドリードのですね、爆破事件のことをお話しさせていただいたことがあると思います。スペインはイギリスとアメリカと一緒にイラクに戦争してたんですね。その中で要するにマドリードで爆弾が爆裂炸裂して、この時は今回よりもはるかに多い900人ぐらいの人が亡くなっている。これが一番多いんですね。その後ロンドンで、まあ、今回の事件よりは少ない犠牲者数は少なかったと思いますが、ロンドンもその時はイギリスが戦争中ですね。つまり向こうではこんな数ではない人たちが死んでいる時に起きている事件。今度はパリで、パリの襲撃の犠牲者たちがその近くにいる人々、隣にいる人々と共に人質になった。何千人もの規模で、ここで難民の問題が出てきます。何千人もの規模でヨーロッパの海岸を目指す、庇護を求める、あるいは命を失う難民たちは人質である。トルコ軍の機銃掃射を浴びるクルド人たちは人質である。国民国家の圧政、強心的な聖戦主義、外国の爆撃に風向きにされたアラブ諸国の全ての市民は人質である、ね、だからまあこの人質という言葉を、ね、ここでこのように使うということの意味を、まあ、どう考えるのか、はっきり言ってですね、先ほどのような歴史のある、目立たないけれども非常に深い、哲学的宗教的な意味のあるこの人質という言葉をですね、ここで、まあ、この政治学者であるバリガードがこのような形で使うことによってとても複雑で、深く、まあ、私も完全にですね、そのラインをつかみ切れているとはとても言えないですけども、しかし今こう呼ぶしかないというところにフランスの思想家は、まあ、これもまた一つ追い込まれているんですね。だがとりわけ、まあ、その後ですね、どうしたらいいかというのがいくつか書かれていて、その最後にこういう言葉が出てます。ここで私がまあこの間、フランス語のメディアで読んだものの中では平和という言葉を、まあ、一番複雑に深く語っている、一節なのでですね、この最後に皆さんと一緒に読んで、終わりたいと思います。だがとりわけ、もう一度平和をどれほど困難に見えようとも日程に戻すことである。でこれから先はもう戦争しかないっていうのじゃなくて、戦争ではない道で、平和の道を日程に残さなければいけない。平和であって勝利ではない、持続的で公正な平和、臆病と妥協の所産ではなく、ハンテノの平和でもない、勇気と非妥協の平和である。私たちの共通の、まあその基本地中海のことを言っているわけですが、私たちの共通の海の両岸の平和に価値を見出す全ての人々のための平和である。この海で私たちの文明は生まれた。しかしまた私たちの民族紛争、宗教紛争、植民地紛争、新植民地主義紛争、ポスト植民地期紛争もこの海で生まれた。私はこの目的の実現可能性についていかなる幻想も抱いてはいない。しかしこの目的が、まあ、インスパイアし、ね、補正し得る道徳的効用の外部で、外部では破局に抵抗するための政治的なイニシアチブがどうしたら具体化され明確にされることができるのか私には分からない、ね、だからこの道徳的効用、平和を目指す道徳的効用ということをこのみんなが人質だというね、ポジションを確認することから、
見出していかないといけない、そういうメッセージですね。でも本当に、まあまた今の時期、まあ、私のやっぱり、私がこちらに招いていただいて、この10年間皆さんと考えてきたことと確実に生き抜けは何かなと思います。どうもありがとうございます。